Let's enjoy golf. プロゴルファーの伊沢俊光です。現在博多と東京でアカデミーを開講しておりますので、ぜひ一緒に上達していきましょう。今回はスイングの力の入れどころについてご説明いたします。スイングの力の入れどころなんですけども、基本的にはですね、アマチュアの方は結構の確率でですね、この10時ぐらいからのですね、力感が入るのが早すぎてですね、当たる時にはもうすでに減速してしまって、ご自分の思ったような距離がなかなか出ないんですけども、本来はですね、このダウンスイング入ってきてから、この8時ぐらいからですね、8時、7時、6時、5時ぐらいで、この5時ぐらいにヘッドスピードのご自分のピークが来るように、力を入れていっていただきたいと思います。まず最初にですね、多くのアマチュアの方が、この10時ぐらいからですね、力感が入ってしまう例をちょっとやってみたいと思います。今度はですね、8時から5時の正しい力感の打ち方をやってみたいと思います。